名古屋祭りは毎年10月に2日間開かれ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑の行列が町を練り歩くのが目玉となっています。祭りの事務局を務める名古屋市は、見物客らでいわゆる密の状態が起きやすいと判断して、新型コロナウイルスの影響を考慮し、今年は祭りを中止する方針を決めたということです。市は今後祭りの実行委員会に中止の方針を伝え、正式に決定していくとしています。名古屋祭りはこれまでも台風の影響などで中止されたことがあります。